明日昼とか家おる？まあおるよ。え、じゃあなんか飯食いかん？あ、いいね。あ、でもなんか取んのもいいか。ちょっとラーメン食いたいか。あ、行く？うん。じゃあ面倒ない行くの。取るじゃん。俺と二人ずつ。なんでだか。マジで、本当にマジで、マジで。俺行くけど。行くんよ。行くんよ。ディズニーのキャラやったら誰が一番好き？うわぁ、考えたいなぁ。まあ、でもジーニーはまず入ってくるやろ。あ、ジーニーとかか。ああ俺なんかさ、うん、あの、美女と野獣結構好きで。で、あの野獣の。ああ、そう。野獣の方が好きだ。野獣の方、あんま名前とか知らない。まあでも普通にキャラで言ったらチップとデールとかめっちゃ好きだな。あ、チップとデールいいな。チップとデールめっちゃ好きやわ。確かにな。チップ。おお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 おどうして何話してた？ディズニーの好きなキャラで、竹内がジーニーとか、ジーニーで、しかなんてさ、チップとデールとかも好きやな。チップとデールとか、あ、それが竹内の言い分。俺の目を見ろじゃない。これと話してた。竹内の言い分で OK。一回も竹内の話聞こう。言ってチップとデールって言ってた。あいつもチップとデール。何話してたでしょ。チップディズニーでチップとデール好きやなみたいな。ディズニーの好きなキャラの話してチップとデール。吉野チップとデール。竹内なんつった。食い違うって。普通にディズニーの話しとってってことよね。そうやね。うん。そうやって。そうやねっていうのは竹内の言い分ね。そうや。吉野。そう思ってそう。吉野そうやった。俺もそうやった。あ、ちょっと規則か。そうやって。そう言ったこと確認してるだけだから。え、俺が言ったこと確認してるだけ？そうだね。それ竹内の言い分じゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。コンビニ行って、カップ麺食わん。めっちゃいいや。やりすぎ、さすがに。いや、やりすぎぐらいがちょうどいいからね。だってもう2時とかやろ、今。食いたいよね。カップ麺。行ってまう。なんすか？なんやねん。ラジオ回る。めっちゃ他人やん。バレた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 。撮ってたやろお前。え、何すか？撮ってたやろ。何すか何すか。なんで？関係ないよ。やめてください。撮んない。やめてください。マジやばいっす。マジやばいっす。不利やろそんな声。あごやと思われるんで。なんか最近さ、うん、ダイエットちょっとそのおろそかになってちょっと太ってきちゃってさ、あら、なんかいいダイエット法ないかな。いやまあだからレコーディングダイエットよ。あ、なんかその食べたものを記録するみたいなことそうできるかな。いやまあ意外とできるよ。ただ食事制限何頭ない。それ何乗っかってんの。喧嘩。はい、喧嘩好きや。空間にいるだけでもいいよもう。多幸感。多幸感や。喧嘩。喧嘩や。違う。そんなやつおらんな。こんなになるやつおらんの。何の本気分。レコーディングダイエット。レコーディングダイエット。喧嘩。上等と書いて違います。違いますよ。喧嘩やん。だってマジで意味わからん。マジで意味わからん。この上ないんや。どういうこと。喧嘩やん。マジで意味わからん。どういうこと。なんで嬉しいですか。嬉しい。本当に喧嘩してたとしても。
一番止まる。どっかに引っ張り出してる。このキャラ。こいつ。日本見させてもらいました。終わりじゃない。